どうもリムです。今日は、4月の、28日、ということでニコニコ超会議あるんですけれども、それにねちょっと行こうということになったので、そちらの幕張の方にね今から行こうかなと思ってるので、なんか実はニコニコ動画ってあれなんですよ、もう何年もずっとプレミアム会員なんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、白飛びしちゃうな。これちょっとガソリン入れて幕張に行こうかなと思います。としばらくねちょっと体調崩してまして、久々ですよこんな。1週間ぐらいちょっと体調崩して熱が38度9分くらいまで出ちゃって、あやべえなーきちいなーと思ったんですけど、気合で1日で直しました。まあ何事も気合っていうことです。だから筋トレも一応ねなんか行きたかったんですけど、無理したらいかんし、なんか周りの人移すのもいかんしってことで、もう1週間半ぐらい、1週間半10日間ぐらいですね、もうずっと筋トレしてないんですよ。なので体超なまってて筋肉も落ちたんじゃないかなと思うんですけど、明日ちょっと遠いところから筋トレ仲間の方大丈夫かなって感じですけどね。もうベンチも上がらないでしょうし、スクワットもねどこまで上げれるか分かんないですけど、で明後日はちょっと飛行機で旅をしようかなと思ってまして、それも動画にできればなと思います。それにしても今日いい天気ですね。東京は非常に気持ちがいい天気になってますけれども、幕張って意外とあれですよね、アウトレットとかあるんですよね。ナイキとか見たいなと思うんですけどね、来たついでにナイキでなんかスニーカー見てえなーと思ってるんですけど、まあそんな時間もないでしょうし、ぶっちゃけ超会議行くのは初めてなんですよね。ニコニコ動画ってめっちゃ見てましたもんね、あの高校時代とかは。そうこの間ツイッターでも言ったんですけど、なんかやってほしいこととかあれば全然コメントしちゃってもらっていいんで、ツイッターでね